続いては別府市中島町にやってきました。奥に楽天地が見える通りですね。新店さんこちらのようなんですが、かなり味のある建物ですよね。なんか昔ながらの音はといった感じです。よいしょ。わー、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は新店さんということで来たんですが、はい、こちらで間違いないですか？はい、そうです。お邪魔しますっていいですかね。お家だからちょっとあれですけど、お邪魔します。わー、すごい趣のあるお家っていう感じですね。いやー、すごーい。外から分かんなかったんですけど、お庭があるんですね、はい、この建物大家さんが自分で作ったものでして、まあ、ここをカフェをするために、あの白砂利を撒いて枯山水にしてくださいました。築80年ほどのこの古民家、大分県出身の外交官重光守が戦後ここで過ごしたという歴史があります。偶然同じ姓の重光さんがこの家屋を借りることになったんです。大学生の時から温泉の掃除をしておりまして、まあ、地域の共同温泉で、そこでまあいろんな地域の方とまあお話しする機会がありまして、その時にまあ私の名字が重光っていう、まあ、同じ姓だったので、 あの建物知ってるかっていうお話を聞いて、もうすぐ飛んできたといった形です。この春まで大学生だった重光さん、地域の人たちから建具の補修や電気工事などで支援があり、カフェをオープンできました。人気はこの抹茶フロートです。綺麗なグリーンですね。色鮮やかで、もう抹茶のいい香りもしてます。これ抹茶のアイスも入ってるんですね、はい、うんうん、とっても抹茶の香りがいいですね。牛乳結構たっぷりと使われてます。牛乳ではないものを使ってるので、はい、どういったものを使われてるんですか？オーツミルクっていう麦系のものを使っておりまして、なんで少し豆乳っぽいんですけど、やっぱ抹茶とよく相性があってですね、そちらを使っております。優しい味わいなんですけど、お抹茶の香りと旨味とちょっと程よい苦味、これしっかりと残りますね、はい、アイスも色が綺麗ですね。あの抹茶の味すっごく濃いんですけど、結構爽やかなアイスですね。そうですね、はい、そして小倉トーストもおすすめ。別府市内の老舗喫茶店に小豆の炊き方を教わって、理想のあんこが完成しました。北海道産の大納言を、まあ、1日つけて、そこからまた5、6時間煮込んでといった形で手作りで作っております。運ばれた時から甘いいい香りしてましたもんね。パンも厚みが結構ありますね。うわー、うん、あんがすっごく上品な甘さ、食感もすっごく楽しいですね。半分その形が残った状態で旨味が凝縮している形で、でもう半分は粒が割れて甘み、旨味が溶け出しているような感じの状態を維持しながら炊いております。うん、アイスも程よいミルク感ですね。落ち着いた空間で食べるスイーツ、思わず懐かしいと口にするお客さんも多い茶房湯治人ですが、こんな古い家電がありました。扇風機？はい。これもかなり昔のものじゃないですか？そうね、かなり昔のものでして、はい、動くかどうかはわからないんですけど、ね、うん、重光守さんの時の当時のものという、まあ、大家さんからちょっと説明はあったので、貴重品としても一応飾ってあるだけ持っていただけると、あの、はい、重い、おお本当にあのずっしりとくる重さで、おお、めちゃくちゃ重たいですね。昔の扇風機は動かせないので、見るだけで涼を感じてください。縁側を眺めながらのんびり過ごしてはいかがでしょうか。